どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パワタラです。というわけで今回なんですけども、速報全機種統一アップデート、放置系お金稼ぎの報酬アップです。これね、4月30日のね午前中ぐらいに公式がツイートをしたんですけれども、なんとナイトクラブとバイカーのね報酬がアップしたということで、これ放置系のお金稼ぎが全機種統一になりました。これ先行して PS5 と Xbox シリーズは来てたんですけれども、PS4、Xbox One、そして PC 版に来ていなかったので、やっとね全機種統一になりました。でナイトクラブの収益が大幅アップということで5倍になるんですけれども、これどういうことかと言いますと、ナイトクラブを運営しているとお客さんの入り具合ですね、人気度によって48分で GTA の1日になるんですけど、48分ごとに入ってくるお金の量っていうのが、今までは1日1万ドルだったんですけど、これが5万ドルまで引き上げられました。なのでめちゃくちゃ稼ぎやすくなったと。まあ4時間ぐらい放置してると金庫マックスの21万ぐらい近くなります。で人気度をね保つ必要があるんですけれども、まあ、3つのやり方があります。例えばですね、ナイトクラブの管理でここで宣伝、例えばこれでビラ配りをしてくるとか、そういったものをする。もしくは DJ、 すでに2人ぐらい雇ってあるんであれば再契約で交互にやっていくと人気度のメモリが 0.5 増えます。また DJ を一度も雇ってない人を雇った場合、10万ドルのお金がかかるんですけれども、人気度は一気にマックスになります。なので48分ごとに入ってくるお金っていうのが一気に確認できると。あとはね、保つために DJ を1万ドルで再契約で交互にやっていったりとか、まあ、大体3時間ぐらいに1回ぐらいね、交互にやればいいかなと。もしくは自分でお金かけたくないんであれば宣伝っていうのをやって、まあ、宣伝の内容もなかなか面白いものになってますので、やってみるといいかなと思います。飛行船に乗って音楽をね流して宣伝をするとか、結構ね簡単なものです。しかもこれ招待限定セッションで全部できるので、ずっと招待限定セッションで他のプレイヤーさんに邪魔されない状態で人気度だけ保っておいて、ゲームをね実際ミッションとか強盗ミッションやんないときにこういった放置をしておくと、勝手に金庫がね中身増えてってくれると。でそれが今までの5倍になってますので、かなり稼ぎやすくなったんじゃないかなと思います。さらにですね、ナイトクラブっていうのはMC のビジネスとか CEO のビジネスとか地下基地のねビジネスとか、そういったものもね管理できます。でこのように今5万ドルになってます。これ1日あたりの収益っていうのが、これ1万だったところが5万まで引き上げられました。これかなりお得になりました。あとはねこれ人気度は再契約で交互に雇っておくといいんじゃないかなと思います。まあちょっとお金かけたとしても多分全然プラスになるんじゃないかなと思います。であとはねお金かけたくない場合は自分で宣伝ですね。で放置する方法なんですけれども、そのままコントローラーポンと置いておくと無操作体質になってしまいますので、例えばセキュリティカメラなどのアップグレードをしている人はここで防犯カメラを見ておくと。でやるときに組織は抜けといた方がいいです。抜けていないと自分のね MC の拠点とかが襲われてしまう可能性がありますので、防犯カメラを見た状態でこのまま放置で3時間後ぐらいにチェックして人気度をまた上げるっていうことを繰り返すといいんじゃないかなと思います。まあ、詳しくはね説明欄のね放置で稼ぐ方法っていうのをね参考にしてください。さらにですね、ナイトクラブは他のビジネスを一括管理で2倍稼げるということで、 MC の拠点とか CEO の拠点とかそういったものを持っていると、ここで別でスタッフが勝手に調達してくれて製造してくれます。あとは売却を、例えば公開セッションなんですけども、 MTU という数字をいじくって公開ソロセッションで売却すればいいんじゃないかなと思います。で MC のビジネスの売却報酬アップということで、これも全機種統一になりました。これ先行して PS5 と Xbox シリーズはアップしていたんですけども、これも PS4 そして Xbox One PC 版にも報酬アップが来たということで、まあこれはね MC のビジネスというのはもともとそんなに稼げるもんじゃないんですけども、粉ぐらいが稼ぎやすくなったんじゃないかなと思います。で準備などが公開セッション必要となります。まあ、詳しくは MTU のね数字のいじくり方とかもね説明欄貼っておきますので、そちらの方を参考にしてください。で準備をして、であとは放置して製造してくれますので、まあだいたい在庫が 50% 以内ぐらいでソロの場合は売却がいいんじゃないかなと。まあ、昔よりも以前よりもここで売却の価格がアップしてるはずなので、
稼ぎやすくなっていると思います。まあ、MC のビジネスね、全然稼げないってイメージなんですけれども、若干良くなってるかなと。まあ、それよりもナイトクラブの報酬5倍アップっていうのはね、かなりね、美味しいかなと思います。まあ、こういった感じで、詳しくはね、ソロビジネスまとめっていうね、動画を参考にしてください。また、放置のやり方、他にもあります。まあ、これも別の部分でお得なんですけども、名声レベルっていうのを上げながらですね、放置する方法で、LS 会場、ロスサントスカーミーティング会場に行き、例えば、キャップとか T シャツとかを着用した状態で、これでスピード2倍で名声レベルが上がっていきます。で、さらに、テスト車両とかに乗って、で、試乗トラック1人でプレイ。できればね、招待限定セッションとかで放置をした方がいいと思います。で、このままどうするかというと、この試乗トラックに入って、あとは出るふりをしてください。普通に出るふりをする。で、2つの項目出ます。ここで放置です。これで無操作体質を今のところは防げてますので、まあ、何か修正とかね、仕様変更ない限りは、このまま放置で大丈夫です。まあ、あとはね、モニターとかテレビの画面っていうのは消しても大丈夫です。本体ね、PS4 とか PS5 の本体は消さないようにしてください。で、さらにですね、公開セッションで売却ということで、これナイトクラブ、今ね、人気度が高くなれば高くなるほど、この金庫のお金が増える。ついでに MC のビジネスをいろいろ始めている人の場合ですね、またはね、CEO のね、ビジネスとかやっている人は、このように他のビジネスを一括管理して、ここでね、売却することができます。これも結構ね、放っておくと結構稼げますね。だいたいね、12時間ぐらいで100万ドルぐらい、まあ、いろんな倉庫を持ってた場合ですね、いろんなビジネスをすでにね、もう稼働させている人の場合は、12時間ぐらいで100万ドルぐらい稼げるような、在庫がね、増えてきます。物品が増えてきます。で、これを、あとは公開ソロセッションなどで売却をするだけという感じで、まあ、放置、要は本当に強盗ミッションとかやらなくても、ずっとゲームは起動してるんですけれども、操作はほとんどしないで、放っておいて、勝手に在庫が増えたりとか、人気度でね、収益が入ってきたのをお金を回収するだけ、もしくは売却を自分でちょっとね、配達するだけ、みたいなね、お金稼ぎがしやすくなってますので、まあ、よかったら説明欄の方、詳しくよく参考にしてください。最後までご視聴どうもありがとうございます。